カッケはビタミン欠乏症の一つであり、重度で慢性的なビタミン B1 の欠乏によって、心不全と抹消神経障害をきたす疾患である。軽度のものはチアミン欠乏症と呼ばれる。心不全によって足のむくみ、神経障害によって足のしびれが起きることからカッケと呼ばれる。心臓機能の低下、不全を併発したときはカッケ心と呼ばれる。 最悪の場合には、死亡に至る。リスクファクターには、白米中心の食生活、アルコール依存症、人工透析、慢性的な下痢、利尿剤の多量投与など。稀に遺伝的要因として、食物中チアミンの吸収困難がある。感性学期により、ウェルニッケ脳症、コルサコフ症候群が引き起こされうる。診断は、症状、尿中チアミンの低下。 高血中乳酸及び指導治療による改善に基づく。日本では白米が流行した江戸において疾患が流行したため、江戸アズライと呼ばれた。大正時代には結核と並ぶに大国民防国病と言われた。1910年代にビタミンの不足が原因と判明し、治療や予防が可能となったが、死者が1000人を下回ったのは1950年代である。 その後も1970年代にジャンクフードの変色によるビタミン欠乏、1990年代に点滴予益中のビタミン欠乏によって活気患者が発生し問題となった。本章は多発神経炎、不臭、心不全を三印とする。多発神経炎を主体とし、氷剤近く神経障害から痺れ、腱反射低下などをきたす。また、ウェルニック脳症。 コルサコ不症候群もこれに分類される。末梢動脈は拡張し、血管抵抗の低下から紅白質性心不全を停止して不臭になる。室外剣を弛緩させた状態で叩くと、大体四頭筋が収縮し膝関節が進展する。室外剣反射は、末梢神経障害の有無を見る。格気の多発していた1960年代頃までは、健康診断の必須項目であった。 世界的な視野で見るならば、カッケは現代においても、拘置所において頻発する疾患である。1999年には、中華民国の拘置所において、カッケが流行した。2007年には、過密収容であったハイチ刑務所で発生し、その発病率及び、死亡率の高さは、調理前に米を洗うという伝統的な慣習が原因であった。コートジボワールにおいては、 重度級の囚人たちは、その64%が活気となっていた。東京帝国大学教授、三浦金之助が、エルビン・フォンベルツと教授の論文に残した症例として、気象学者の野中イタルとその妻は、下界から隔絶された富士山頂での冬季観測時に、活気にかかったとある。日本初期には、すでに活気の症状を呈する病気の記述がある。現六年間には、 米を生成する習慣が広まり、特に江戸で多く発生して、江戸アズライと呼ばれ、経験的に他の制白されていない穀物を食べた。明治時代に入り1870年から翌年に、かけて活気が多発。明治末までに、毎年最小6500人から最大15085人が死亡したとみられる。対象以降、ビタミン B1 を含まない。 精米された白米が普及するとともに、安価な輸ニ米が増加し、復食を十分に取らなかったため、滑気の原因が解明され、ビタミン B1 の純粋管理に成功した後も、多くの患者と死亡者を出した。統計上の滑気死亡者数は、1923年の26,796人をピークとして、戦後まで年間1万人から2万人で推移した。また、 幼児の活気による死者が非常に多く、大正時代末期は04歳の幼児死亡原因の約半数が活気によるものであった。ようやく死者が1000人を下回ったのはアリナミンとその類似品が社会に浸透する1950年代後半のことであった。大日本帝国海軍で軍医の高木兼広はイギリス帝国の根拠に基づく医療に依拠して、 タンパク質が原因であると仮定して、養殖、爆破を試み、1884年の導入により、1883年に23.1%であった、発症率を2年後には1%未満に激減させた。その理論は誤っていたが、疫学の科学的根拠を得ていたわけである。 だが、当時医学の主流派は、理論を優先するドイツ帝国の医学を模範としていたことから、高木は批判され、また、予防成績も次第に落ちて様々な原因が言われ、肺まえも導入された。これに対抗して、大日本帝国陸軍は白米を規則とする、日本食を採用した。明治278年薬陸軍衛政治籍によれば、死者総計の約2割、 約4000人の死因がカッケであり、その後も陸軍はカッケの3階に見舞われた。農学者の鈴木梅太郎は1910年に動物を白米で飼育するとカッケ類似の症状が出るが、米ぬか、麦、玄米を与えると回復することを報告した。これを元にして翌年、ぬか中の有効成分を濃縮してオリザニンとして販売したが、 医学界においては伝染病説と中毒説が支配的であり、また農学者であって医学者ではなかった鈴木が提唱したこともあり、彼の栄養欠乏説は受け入れられなかった。1912年にポーランドのカジミエシュフンクがビタミンという概念を提唱したが、大日本帝国陸軍はなおも栄養説を属説であるとして下げ済み、外来の栄養説を後追いした。 現代の視点から見ると、陸軍主導の調査会には、真の原因を解明するだけの能力はなかったとも、指摘される。陸軍が、白米の給食を止めて、麦を3割含む麦飯に変更したのは、海軍から遅れること30年の対象2年のことで、あった。1975年頃から、ジャンクフードの普及による栄養の偏りから、格気が再発した。 また、入院患者に対する高カロリー輸液の点滴による栄養補給の際にビタミン B1 の摂取が欠けていたことから死亡例までをも含む重症の活気の発生が相次いだ。ダメ。1997年に厚生省は輸液に際してはビタミン B1 を同時投与することという通達を出した。アルコール依存症患者にも多い。2014年にも 高齢者が食品購入の不自由さから、復食を食べずに白米のみの食生活で、ビタミンを摂取できずに活気を発症する例が報告されている。現代のジャンクフードは、例えばインスタントラーメンにビタミン B1 が添加されているため、活気の心配は少なくなった。ありがとうございます。